インスタント味噌汁、海そずい朝日松食品株式会社は、長野県飯田市に本店、大阪府大阪市淀川区に本社を置く日本の食品企業である。朝日は朝日、松は創業地の長野県下稲郡松尾村と小畜梅の松をかけて命名。大豆加工品に強みを持つ。主な商品に、朝日豆腐、海そずいなど。なお、海素酔いのネーミングは、 随いず,いずっころばしの菓子、ごま味噌水に由来し、随一、真酔という意味も込めている。納豆の製造分野では、匂いの少ない製品、納豆一を開発し販路を拡大させたことで、知られるが、原料高や納豆市場の縮小により、収益が悪化し、2010年2月チルド製品の販売を関東を含む一部地域から撤退、さらに2011年4月1日をもって、 納豆事業を密つか二条として納豆の製造から撤退した。ただし2020年にフリーズドライ製品ではあるが納豆の製造、販売を再開している。ベルマーク運動参加会社の一社であった。ありがとうございます。